私必要なものはいつもたぬき商店で買ってるんですけど、何かと便利で助かりますよね。よ、何宣伝。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2023年5月11日木曜日の午後0時5分です。そして今日は住民のハンナさんのお誕生日でもあります。おー、ハンナちゃんおめでとう、おめでとうございます。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。私ハンナちゃんに渡せるようなものなんか持ってないな。なんか持ってないな。ってことは買って包みますか。なんかあるかな。なんかわいい、おしゃれ。アイナさん久しぶりね。しばらくお家を留守にしてたでしょ。ちょっと心配してたのよね。元気そうな顔を見て安心したわ。素敵ね。どうもどうも。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店、ようこそ、ようこそ。何かな、ハンナちゃんち。なんかどれも違うような気がするけども。家から選んでいくか。ラッピングペーパー持っとったっけな、なんかあったような気もしなくもないけど、一応、一応買うか。ラッピングペーパー黄色で、あ、1個でいいです。まあ、でも毎回なんか1個ずつ買いよるような気がするけん、なかったかもしれない。じゃあありがとうございました。多分手持ちでいろいろとねあったはずやけん、何かいいもの見繕っていきますか。あ、これ埴輪じゃない？多分そうよね。私植えたよね、ここに。掘り起こしとこう。さっ。ベビー埴輪を掘り出した。ベビー。ベビー埴輪。ないやつかな？あったと思ったけど。あ、あるよね。あ、色も一緒や。なるほどな。これプレゼントしよっかな。これプレゼントしよっかな。持ってるし。お揃いってことで。ほんとはベビーよりもっと尖った感じの方がいいかなと思ったけど。さあ、ハンナちゃん。入ります。どうもー。おや、うちの誕生日をお祝いしに来てくれたのかい？だってね。どうもどうも、言ってつもおるやん。今日の主役はハンナだ。なんたって1年に人の誕生日だからな。目いっぱい盛り上げてやろうぜ。よ、ハンナ。寝れてえな、ハンナ。ほら、おめえもなんか言ってやんなってか。どうもどうも。うちのためにダチが集まってくれて、嬉しいったらないよ。プレゼントまでもらっちゃってさ。あ、もしかしてあんたもうちに何か用意してくれたのかい？だってね。もちろん。さっき掘り起こした埴輪を。土とかついとるかもしれんけど。綺麗にラッピングしてくれたんだね。あんたの心遣いが嬉しいよ。そんじゃ早速開けるとするか。ベビー埴輪をうちにプレゼントしてくれるのかい？あんた本当に太っ腹だね。こんないいものがもらえるなんて、今年は忘れられない誕生日になったよ。大事に使わせてもらうからね。喜んでくれるんや、よかった。うちのためにどうもありがとね。これからもよろしく頼むよ。だってね。似合ってるね、ドレス。かわいい。勝手に消すやつ。今日のハンナはなんか一味違う感じがするぜ。やっぱ一つ年を重ねると深みが出るっていうことなのかね。羨ましいぜ、ハンナ。さっきからバースデーケーキが食べたくってうずうずしてるのさ。甘いものってのは心の栄養だからね。だってね。しばらくずっとね、私、しょっぱいものばっかり食べよってんけどさ、最近ちょっと甘いものを欲してきだしたね。やっぱ足りんもんを、本能的に欲しくなるもんなんかな。たくさんのたちがうちのことを祝いに来てくれて嬉しいね。今日は本当に最高の一日だよ。だってね。
一徹と私しかおらんけど、他にも誰か来とったんかな。プレゼントだけ私に来た子とかもおったかもしれんね。とりあえずなんかこの後用があるけん急いで出んといかんけど、プレゼントだけ渡しとくねみたいな。でそれでも全然嬉しいけどね。新しい1年も気合い入れていくからね。また一歩大人になったうちのこと、これからも偉く頼むよ。だってね、かわいいハンナちゃん。おや、もうお別れの時間かい。盛り上げてくれてどうもありがとね。もらったプレゼント宝物にするよ。だってね。なんか一徹ってさ、誰の誕生日にもおらん。気のせいかな。なんか俺は住民とこんなに仲がいいから、この島からは出ていかないぞアピールみたいな私が次の候補は一徹にしとるってちょっと気づいとるかな、もしかしてね。もし次一徹が何モヤモヤモヤってなっとったら、私は止めないのでそれを見越してなんかみんなと仲良くしてるのか。お久しぶりです。しばらく忙しかったんですか。アイナさんの姿が見えないアイナ島ってなんだか寂しかったです。たふん。まあね、自分の名前をつけてる島だからね、私がいないと変な感じはするかもしれない。ケイジくん、だんま。びっくりした、何しようかと思った。壁に穴開けようかと思ったよ。料理中か。アイナくん、お久しぶり。1ヶ月ぶりぐらいじゃない。そんな、そんなに空いてないって。あれ、おかしいな。さてはアイナくん、僕が寝てる間に遊んでたんでしょう。いけずなんだからだぞ。これはあれか、プレイヤーに対するあれか住民である僕が寝てる深夜の時間帯とかにログインしてただろうっていうやあアイナくん、僕ん家からの美味しい匂いに釣られて遊びに来たのかな。だぞ。何を作ってるの。これは僕の大好きな菓子パン。自分で作れば欲しいだけ作れるでしょ。すごく技術が必要な気がするけど、すごいね。そうだ、せっかくだから君も作り方知ってほしいし、レシピもらってよ。お、君の作る菓子パンきっと美味しいんだろうな。いつかご馳走してね。だぞ。菓子パンってすごくざっくりしとるけど、一体何パンなんだ。ふんふん、菓子パンのレシピを覚えた。ちなみにレシピは、なんかいっぱいいろんな種類あった菓子パンめっちゃ可愛い。なんか顔つきのやつあるやん。左下のなんかオレンジの、オレンジ絵が書いてあるよね。左上は何なんだ、食パンではないのか、デニッシュ系かなすごい。あ、待って、なんかたぬきマイレージが、ん、こっち下なんやろう。お、美術品コレクター。なるほど、10個集まったってこと。肩書きセンスのいい目利きゲット、たぬきマイル500マイルゲット。美術品の収集はアイナ島の文化をより豊かにしてくれるだなも、たぬき開発は美術品を集めてくれた人にお礼のマイルを進呈するだなも。そっか、そういえば前回買ったな。届いてるよねきっと。じゃあとりあえずポストから美術品だけ抜き取ろう怪しい人みたいだけど、美術品だけ抜き取ってちょっと博物館に持っていこうぜ。いなりマーケット。あ、別に大したもの届いてなかったわ他のやつも。アイナ様、ご注文いただいた素敵な名画をお届けします。素晴らしいアートをお楽しみください。なお返品は受け付けておりません。いなりマーケット、素晴らしい名画。さあ本物なのだろうか。でも本物やと思ったけどなー。お、ヤッホーシャンティ、かわいいね。そのパンダの傘って私があげたやつよね。あら、アイナさん、なんだか久しぶりよね。もしかして忙しかった。あんまり無理しちゃダメよ。だってば。ありがとう、お気遣いありがとう。今から私博物館に行くんだ。一
重なもの寄贈してくるかも。ふうたくんおいしさうんごごはすみません、こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか。めちゃくちゃ懐かしいんやけど、ふうたくんなんか寄贈する。おう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか。ワクワク。素敵な名画をお願いします。どうぞ。おほう、これはあの素敵な名画ではありませんか。いやー、現物を初めて見ましたよ。確かに素敵な名画としか言いようがありませんね。おー、やった、やっぱり本物よね。こちらは寄贈品として大切にお預かりいたしますね。展示室の作品の前のプレートに解説を載せておきますので、またゆっくりとご覧くださいませ。あと美術品どれぐらいあるんやろうな。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか。間に合ってます。そうですか。では自由にご見学ください。もう結構埋まったんかな。美術品どこ、上か。あ、ここだね。いや、全然埋まってねえや。びっくりするぐらい、もう入ってすぐで全然埋まってないわあと、うわー、何にも埋まってないわ。怖、恐ろしいほど埋まってなかった。え、こんなにも寄贈してなかった私。ここにもなんか置けるんよね。え、あ、びっくりするほど寄贈してないね。じゃあまだまだ本物の可能性のあるものめっちゃあるってことや。もうどんどん買おう。前回の多分これよね、素敵な名画。素敵な名画、2023年5月11日、アイナ様寄贈。真珠の耳飾りの少女、ヨハネス・フェルメール作、1660年頃、異彩キャンバス。当時は高価だった絵の具、ウルトラマリンを惜しみなく使った鮮やかな青色が目を引き、青いターバンの少女とも呼ばれる。そもそもこの耳飾りは真珠ではないという説もあるらしい。これ説明ちゃんとしとるけんすごいよね。ここで勉強になりそう。いい感じやん。いやー、美術。美術はね、実技は好きやったけど、筆記がね。まあ普通に誰が書いた作品とか、誰が作った作品とか、作品名とか、そういうの全く把握できてなかったけん。アイナさん、最近お見かけしませんでしたけど、どうされたんですか。ひょっとして、本を読むのに夢中だったのかしら。そんなに面白い本出会えたなら最高に幸せですよね、よ。最近本読んでないんよ。まあ、漫画はね、あのアプリで読みよるけど。何かありましたか、よ。世間話でも。私、必要なものはいつもたぬき商店で買ってるんですけど、何かと便利で助かりますよね、よ。何？宣伝？何か頼まれたのかい？ちゃんとたぬき商店の方向くんやね、すごい。ちゃんと立てる位置が違って、立てる位置違うとかあるっけ。いや、あるか。あるよね。自分で位置決めれたよね。それによって向く方向違うってことやろ、すごいな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。このあつ森というか動物の森の世界の基準がよくわからんよね。美術品って言いながら博物館あるのにさ、埴輪は寄贈せずに自分家に飾っていいっていう。しかも人にも渡すし。絶対貴重な資料やと思うんやけどね、埴輪。